はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつもしみ実況チャンネルご覧いただきありがとうございます。はい、というわけで昨日もね、ちょっと動画内で紹介していたんですが、はい、ウィンターセールがやってきましたね。はい、12月、22日、今日から1月4日、午前10時まで、これ太平洋時間なので、5日の午前3時までですね。はい、約2週間、はい、ウィンターセールが開かれて、またいろんなゲームがセールされていますね。まあ、ざっとトップページ見ていくと、ほぼなんか変わらない感じで、例年通り の画面構成になっています。はい、トップページに主な、セール、今回、目玉となっているセールですね、かなりの割引率になっているものが最初に列挙されていますよね。はい、そして、中ほどにですね、スチームアワード、2023年のお気に入りを投票しようということで、11のカテゴリーでそれぞれ、ノミネート作品が出揃いましたね。これを見てるとやっぱり今年、話題になった、ゲームがもちろん選ばれています。はい、EA スポーツの、24最新のハーランドが、表紙のサッカーゲームですね。そしてバイオハザード、RE4、 そして、バルダーズゲート3、そしてリーサルカンパニー、ホグワーツレガシーと、まあ、いずれ劣らぬ、結構洋ゲーが中心になるんですけれども、はい、ゲームオブザイヤー賞、まあ、一番名誉なる賞ですね、スチームの中では。はい、ノミネート作品が決まって、この中からいずれかに投票することによって、その各カテゴリーで、ステッカーを、もらうことができるとなっています。そして、優れたビジュアルスタイル、はい、コクーンなんかがこうふ本ちゃんのゲームオブザイヤー賞では選ばれたりとかしてましたけれども、はい、こういうなんかビジュアルに特化したね、まあ、このコクーンって自分体験版を遊んだんですけど、非常によくできていて、いろんな仕掛けとか世界観とかね、ほんと事細かなところでよくできているアドベンチャーだなという感じはしましたが、はい、これがまあ優れたビジュアルスタイル賞に選ばれているっていうのも分かるような気がします。で、アトミックハートであるとか、インワードとかね、はい、これも雰囲気のあるアドベンチャーゲームですけれども、はい、こういうビジュアルを特徴とした、ゲームが描かれて、選ばれていますね。で、その、投票が1月2日の午前10時太平洋時間なんで、1月3日の午前3時までだから、最終日前まで投票できて、最終日に、発表されることになりますよね。1月4日の朝にはもう発表になっていると、はい、ごめんなさい、1月3日の朝にはもう発表になっているという感じになっております。はい、この中から、はい、まあ、スチームアワードどういうものが選ばれるのか楽しみですけれども、はい、皆さんも投票してステッカーをゲットしてみてください。カテゴリーごとに選択して、ゲームを選ぶことができるいつもの、画面がありますよね。はい、ホラーの中のアクション、アドベンチャー、RPG とさらに絞り込みをかけて選ぶことができます。で、このセール期間中に日替わりの無料リワードを手に入れよう、まあ、オータムセールでもありましたけれども、ここのリワードを受け取るをクリックすると、はい、何らかの、Steam で使えるアイテムがもらえるということですね。今回はステッカーを獲得ということで、リワードを受け取ることができて、まあ、このウィンターセールにしかないアイテムを手に入れることができます。で、ポイントショップを見ると、今回、まあ、2023ウィンターセールのアイテムということで、ゲームプロフィールが3つ、そしてプロフィール背景が、6つ、そしてステッカーが1つ、絵文字が、6つ、ラインナップされています。なんでこう、多分皆さんいろんなゲームを買われると思うんですけれども、その買った時にこの Steam のポイントが貯まるので、まあ、こういうプロフィール背景とかを、購入することで、こう自分のページを飾ることができるので、まあ、そういう部分も覚えておくといいかもしれません。はい、自分は最近プレイしたね、アイソムニウムファイルの背景
にしてますけれども、こういう背景とかこのプロフィールの、自分のアバターのパネルとか、このカーソルを当てた時にね、ミニプロフィールが表示されるんですけど、そこのデザインなんかも選ぶことができますね。なので、ゲームを買ってポイントを貯めたら、こういうポイントショップからアイテムを買うと、もちろん自分の、持っているゲームのアイテムを買うことができますし、はい、まだ絶叫フェスのね、この間の、フェスの、ね、ステッカーなんかも、買えるように残っているので、まあ、自分の、ポイントを、この機会に使うことができますよね。そして、ポイントはこういうポイントショップで使うだけではなくて、レビューにね、リアクションのスタンプをすることによって、それもポイントで、リアクションを押すことができるんですけれども、そうやってフレンドと、また他の人たちとコミュニケーションを楽しむことができるアイテムとしても使えるので、まあ、そういったところで、使用するといいのではないかなと思います。はい、主なゲームを、見ていくと、まあ、例えばニーヤオートマタが 60% オフと 50% オフを超えた割引率になっていて、まあ、例年そうなんですけれど、ウィンターセールは、年内最後の大型セールということで、少しこう割引率が上乗せされている、感じはしますね。はい、自分の昨日紹介したインタレックレコメンダーに基づいた上位が表示されていたりとかね、するので、まあ、詳しくは、昨日の動画見ていただければと思いますけれども、まあ、こういう Steam の特有の機能を、使って算出されている、ゲームの中も結構ノーマズスカイ 50% オフだったり、サブノーティが 50% オフだったり、アストロニーヤが 60% オフだったりね、こういう、まあ、サバゲが安くなっていたりしますし、はい、デイリーディールの中では、ジェネレーションゼロが 80% オフ520円であるとか、すごく高い割引率になっていますよね。はい、トロピコ6 60% オフ、ティンバーボーン 20% オフ、はい、そのあたり、ニオー2が 40% オフと、はい、エクゾプライマル 35% オフ、まあ、このあたりがピックアップされてますけれどもね、はい、安くなっています。はい、そして、Steam データベースを見ると、今回の、セールがかなり、割引率が高いということを知ることができると思います。はい、これ白地に、青の背景が今回の最安値を更新したタイトルになっていますし、この、黄緑の割引率は、これまでにもあった最安値の、割引率になっているわけですが、まあ、これを調べるだけでも、タロス2とかね、ファイナルファンタジー15とか、アガサ・クリスティの殺人事件、そしてメタルギア、最近過去作が一緒になって登場しましたけれども、そうしたものも、まあ、早くも最安値を更新しているということですし、さっきも言いましたけれども、バイオハザード RE4 ですね、で、カタナゼロ、ペルソナ5ロイヤルなんかも、今回 50% オフになっていて安いですし、はい、サイコナッツ2、イッツテイクス2、はい、カーメカニックシミュレーターなんかも高い割引率になっていますね。はい、まあ、こんな感じで、ドラゴンクエスト11も、40% オフと安いです。ホグワーツレガシーも、はい、半額になってるんですよね。今回かなり安いのではないかと思うので、こうまだまだちょっと、人気のゲームまだ割引率が低いなと思っていた方は、まあ、この年末年始のウィンターセールで購入を検討されるといいのではないかなと思うぐらい、はい、安くなっています。はい、Steam データベースはね、本当にこれまでのそのセールの傾向が可視化されて、割と購入意欲を高めるような、割引率がこう一覧で表示されるようになっているので、おすすめですね。
外部サイトとしては。でエルデンリングも 40% 方まで下がってますね。今回最安値になっています。はい、こういうフロムゲーなんかもね今回安くなっているので、年末年始の時間がある間に、挑戦されてみてはいかがでしょうかっていう感じですね。どうしても多分高難易度のねアクションゲームなので時間がかかると思うので、はい。で候補作品にもあったレムナント2も 40% オフで、アトミックハートも 50% オフと、セールされています。はい、その他ね最安値を更新していなくても、まあ、最安値になっているものもチェックすることができるので、一度、まあ、このSteam データベースを、活用するといいんではないかと思います。はい、でこの Steam データベースにログインすると自分がウィッシュリストに入れているものとか持っているものをこう除外して選択することもできるので、ウィッシュリストをの中身をチェックするのにも最適なんですよね。こんな感じで自分のウィッシュリストに入っているものだけをチェックして、その中で最安値を更新しているもの、最安値のものも選ぶことが相当かけることができるので、まあ、こういうところも活用するといいかもしれません。まあ、自分アイソムニウムファイルの続編を購入しようかなと思ってるんですけれども、ニルバーナイニシアチブ、まあ、60% オフまで下がってるんでね、まあ、これ大型セールに入る前のスパチューンさんのセールだったかな、それでもうすでにセールされていたんですけれども、まあ、引き続きまた 60% オフが来ていたりするので、まずは、まあ、ここの Steam データベースにログインして、自分のアカウントでログインして自分のウィッシュリストに入っているものを一回調べて、まあ、どういうものがお得なのかっていうことを知るだけでも多分有用だと思うので、ぜひこういうところも活用していただければなと思います。はい、以上いかがだったでしょうか。ざっとねファーストインプレッションということでいつものように見てくることができましたけれども、まあ、とりあえず、多分トップページのこういうハイライトディールズなんかは日々変わると思うので、まあ、忙しい方はですねこのトップページの最初の部分をチェックするだけでもいろんなゲームに出会うことができるのではないかと思います。そして、中ほどに、まあ、昨日紹介した、まあ、ディスカバリー級なんかもあるので、このディスカバリー級を、クリックしていくことによって1周回すと、毎日無料で、ステッカーというかトレーディングカードですね、手に入れることができるので、まあ、そういった、ディスカバリー級をクリックして、まあ、ウィッシュリストに入れるかどうかを検討してトレーディングカードをもらうっていうのも一つ毎日の仕事としてあるかもしれません。まあディスカバリーキーもね、毎日、まあ、2週間ですから14回、こう送るだけでも結構いろんなゲームに出会うと思うので、まあ、こういうところも、活用するといいと思います。はい、で時々こういうセガウィンターセールとかありますけど、パブリッシャー別にねセールページがあるのにも、出会うことができます。セガも、独自でウィンターセールということで、開催していますし、まあ、各パブリッシャーね多分セール作品として自分の、自社の、作品ラインナップを、しているところもあると思うので、まあ、そういうところも要チェックですよね。はい、で給与を完了し、トレーニングカードをアンロックしましたということで、今回のウィンターセールは、合計、11枚ですねのトレーディングカードがあります。そしてこの11枚すべて、コレクションすると、はい、バッジが手に入って、経験値がもらえて自分のレベルが上がると。でレベルが上がると、フレンドワークが増えたりとか、このプロフィールを飾るこの枠が増えたりとかするので、まあ、積極的にレベルを上げると、まあ、自分のプロフィールを、充実したものにできるという感じです。そして、自分のまだ手に入れてないトレーディングカードは交換することもできますし、マーケットを通じてウォレットで購入することもできるので、まあ、最後バッジを手に入れるべく
まあ、こういう作業もするといいのではないかなと思いますね。はい、ということで、またちょっと、ウィンターケーセール期間中に何か動画を上げたいなと思いますけれども、取り急ぎ、ファーストインプレッションということで、皆さんと見ていくことができました。ぜひね、また、購入したものとかコメント欄でね教えていただければ嬉しいです。それでは2週間、スチームインターセールを楽しみましょう。ユーロでした。バイバイ。